の爪ですさてハロウィンシーズンに合わせてなんと「リトルナイトメア3も新情報がやってきましたそれがゲームプレイウォークスルーです え、何難しい単語言わないでっていう方に向けてえ、簡単に説明しますと、リトルナイトメア3では初めて、二人協力プレイが実装されるわけですけども、まあ、それがどんな感じになるのか紹介するビデオっていうことですね。まあ、ウォークスルーっていうのは、開発段階のものをみんなに見てもらって、まあ、こんな感じで作るよっていうのを見せるって感じですね。まあ、そこでこういろんな意見をもらうことで、今後の開発に役立てていこうよっていうことです。で、しかも今回のこの映像、なんと、 18分間もあるんですよ。 もちろんプレイテストの段階なので今後変更などもあるかもしれませんがリトルナイトメア3の世界を存分に感じられるそんな映像になってるんじゃないでしょうかまあ当然ながらねネタバレを含むということですので発売と同時に完全初見で楽しみたいよっていう方は見ない方がいいかもしれませんねまあとりあえず今回はそのリアクション動画ということでちょっと気になるところは止めつつ考察や雑談をしつつ一緒に見ていこうよっていう趣旨の動画になってます公式の動画の方は概要欄にリンクの方を貼っておきますので気になる方はそちらもチェックしてみて ください。俺もね。まだ一切動画の方見てないので、めちゃめちゃ楽しみですね。ということで早速やっていきましょう。スタート取りめ。あー、もうちょっと待って待って。はい。はい、はい。ストップはい。ストップ。<laughs> ちょっと待って。もう冒頭から気になりすぎるでしょ。鏡の世界から登場してきたローとアローンなわけですけども、この二人別のステージから最初来てるって感じだよね。今回のこのウォークスルーの映像ではネクロポリス、この砂漠の地域を中心にゲーム内容を伝えてるみたいなんですけども、その前に一個だからステージあるってことなのかなこれよ。 カラスが2羽いて、なんか人形みたいなものが見てますね。あ、これあれか、前のあのトレーラーで見えてて、ここの鏡入れるよ、みたいな感じで、ロウがね、案内してるようなシーンがありましたけども、そこの倉庫と繋がってる感じなのかな でその場所からこっちにやってくるって感じなんでしょうね。つまり、アローンと出会うのは、この砂漠に来るより、もうちょっとだけ前のところの時系列になってくるってことなんだろうね。あんまり喋ってるとね、進まなくなっちゃうからやっていきましょう。<laughs> でも、それぐらいもう冒頭から気になるシーンですよね。うん。さあ、ローが、アローンに大丈夫と声をかけるような感じ。 いやーでもこの二人の冒険が始まるのか。でもこんなにも早くね、この映像が公開されると俺思ってなかったんだよな。だから結構だから2024年っていうふうにね、発売時期言ってますけども、意外と早いんじゃないかなって気がしますよね。さあ、その砂漠を二人で進んでいくと。 あーちょっと待って待って待って。これさ、YouTube の方がおかしいのかなそれともゲーム映像がおかしいのかな ?43 秒あたりから50秒ぐらいにかけてなんかシーンが飛ぶ感じだね。これなんかエンコードをミスってるだけなのかなまあ当然ながらゲームでは普通に正常に動作すると思うんですけども。まあしかもね、任天堂 t e n d Switch とかでもプレイできるっていうぐらいなんで、そんなにゲームのグラフィックとかが重たいっていう感じのものではなさそうですよね。 まあ、あんまりこう2の頃とかとグラフィックの進化みたいなのはそんなに大きくは感じないなっていうのが印象ですよねそしてそのネクロポリスの要塞のような場所の奥に進んでいくって感じだねもうとんでもなくもうほんとウォールマリアじゃないっていう <laughs> 巨大な壁が築かれてるけどもなんでこんな文明が存在しているのかみたいなところもね気になるよね あの、そうだ、あの、うちのチャンネルだとね、全く触れてなかったんですけども、あの、ポッドキャスト、海外向けに公開されてたポッドキャストも、結構有志の方々のおかげで、日本語翻訳が今進んでるんですよね。で、その中でもこの、リトルナイトメイの世界が公式にね、どういう感じなのかっていうのがまた新しく提示されてて、非常に興味深い内容になってます。ちょっとね、そこはまあ、あ改めて別の動画とかで、そのうち触れるかもしれないんですけども、結構衝撃的な内容なんで、気になる方はチェックしてみてくださいね。 さあ、そうこう言ってるうちに、その砦出のような場所の中に入っていくとで。その辺のさ、ポッドキャストの内容もこの3に直接関わってくる可能性あるなーって思ってるんですよね。ああ、で、このレンチだ。うん。アローはこのレンチを使って叩くっていうことができるんだね。壁を割って。で、一方のローは弓矢を使えるんですけども。あーまたカラスが監視するように見てますね。何かこう、工房のような場所に来た感じゃね。はい、こっちだぞと。 でもなんかアローンが主導して動いてる感じなんだね一人プレイの時はどっちをメインで動かすんだろうね基本はその AI がこう片方をサポートしてくれるみたいなねその「リトル・ナイト・メア2」みたいなゲーム性になるんじゃないかなとは思うんですけどもさあで奥にあるのはあれ死体袋でしょうかね無数にこうぶら下がってますけども怖いよねそういうところもねなんか「リトル・ナイト・メア2」のさなんかねいっぱい人がぶら下がってるとこあったけどああいうとことちょっと通じるものを感じるよな やっぱ基本はドアとかはやっぱ重たいからなかなか開かないという感じだね。これはまさに謎解きパート。あ、でもうわー、結構これ便利だね。謎解きのなんかこう広がりっていうのをすごく感じるよな。気軽にそのね、ローやアローンがレンチや弓矢を使って、まあ、なんかアクションがね、増えてるということなんで、いつでも使えるっていうのは結構でかいよな。 まあ、場合によってね、その物,物語を進めていく中で、その、弓矢や、レンチが取り上げられちゃう危険な場面なんていうのもね、出てくるかもしれませんけども。あ、歯車がいっぱいあるぞ。ああ、ちょっとこれ気になるポイントだね。<laughs> じゃ、じゃ、一回止めておこうか。あの、歯車っていうの、なぜ俺が気になったかっていう話しますと、それこそね、先ほど言っていた、ポッドキャスト、海外向けに公開されてるポッドキャストの中で、歯車がいっぱい出てくる塔みたいなものがね、悪夢の中で登場するんですよ。そことやっぱこう、近いものを感じるっていうのかな。まさにこの世界の名前は、ノーウェアなんていう風にね、どこでもない世界、ノーウェアなんていう風に言われてるんだけども、そういう部分とも繋がってるものを感じるんですよね。いやー、やっぱ一つのこう、共通の悪夢をみんなで見てるみたいな感じなんだ なさあそうこうしてるうちにもうさっくりと打ち落として箱をそこを踏み台にして奥に進んでいくいやこの辺も謎解きがかなりこうねあカブトムシだあそうだちょちょちょ,ちょ,ち,ょ,ち,ょちょっと待ってねこれあのー、以前考察動画の中で「スカラベ説」なんていうのをね唱えてましたけどもがっつりカブトムシでした。<laughs> スカラベが良かったなあ。なんかちょっとやっぱさこういう埃っぽいところ、エジプトみたいな世界観だったら、スカラベの方が絶対合ってるなぁなんて思ったけど、まあ、見た目は完全にカブトムシだったけども、本当にカブトムシだったわ。<laughs> まああの、あれだろうね。制作者は虫キング世代なんだよねってこと。ね信じるか信じないかはあなた次第ですけども <laughs>。ちーじ王者、虫キング。あ、ってことは今作のラスボスは、ありじゃない森の妖精ポポかな全然ありえるよね。 ま、ちゃんとありえないんですけどもさらに謎解きをしていくうんぐるぐると歯車を回して板が足場になっていくここはでもなんか前にもチラッと映像であったようなことこだなスクショとかでもなんか公式で出てたとこだよねただずーっと片方がやっとかないといけない感じなのかなおっ打ち落とした感じあれ。なんかえっカラス打ってるじゃんえ怖い怖い子 <laughs> 怖い子だわカラス打ち落とそうとしてたよ <laughs> さあでもなんとか渡ってこれた 一人でいたけどあ石板みたいなその下の床のやつをパネルを押すと開くんだでも押してる間しか開かないんだろうねヘイとか言ってるけどこれんのあ画面切り替わってあそうだよね閉まっちゃうよねどうすんのってなるよねヘイじゃねえよって <laughs> あでもパネルのとこにも目のマークとかついてんだねあなるほどね最初っからこれにすればよかったじゃないっていう話ですけども近場にあった箱を うん。重しにして、パズルですね。うん。さっさとアロンは行っちゃうんだよね、一人でね。<laughs> まあ、あれかな、協力プレイだったら、もう一人のプレイヤーが早く上に行っちゃったっていうだけかもしれないしね。ま、今回の映像に関しては、その二人でね、実際にその開発者たちがプレイしてるみたいな雰囲気なんだと思うんですけども。さあ、ここは軟禁場がかかってると、鍵を見つけなくちゃいけないって感じですね。無数の土のが壁のように積み上がってますけども。ああ、これなんかまた壊れちゃいそうな一本橋。 うん。さらには、先ほども言っていた歯車のようなもの。やっぱこの機械仕掛けのものっていうのが結構あるんだなーあー、これでも、落ちてきたら危ないんじゃないうん、下手すりゃ死ぬよ、それ。怖いよ。<laughs> 頭ゴチーンってなりそう。あ、手前でした。思ったより橋より手前にありました。<laughs> 結構やっぱリトルナイトメアシリーズ共通してあるけどもこれ奥行き感が分かりづらかったりするところってちょこちょこあるよねうんなんか奥行きが分かりづらくてああ落ちちゃったみたいな時とあるから2の方がねその辺なんかこうライティングの関係なのかな奥行きが結構分かりやすかったけども3ではねどうなるのかっていうところがポイントですよねそれこそ今俺ね錯覚して橋の上に落ちるんじゃないかなってね箱が思ったけども実はちょっと手前だったっていう この微妙なかさじ加減っういうのかなこながこう光の表現とかでまた変わってくる可能性はあるかもしれない。さあそしてはしごを、えー、ロウが下ろしてアロンがそこを登っていくと。 あでそうだあのー、ローの仮面ってさ片側の目だけがちょっと細めになってるじゃないあれって多分あのー、弓矢でね狙いやすくするためにそのスナイパーとか使う人もそうじゃないその片目だけをつぶるというかさその狙いすますようにもともと仮面のデザインがなってるっていうところに俺気づいた時あやたらおしゃれだなって思ったんですよねもともとその弓矢を使う一族の家系とかなんかそういう感じなのかなとかとも思うよねあカラスが。 アギを持っっっててますけどもちょっと待ってこれさあでも大人が椅子に座ったまんま石化してるような描写まあこれはおそらくモンスターベイビーによって石化してしまったんだろうなっていうのが要因想像つくわけですけども今まで出てきた大人と違ってそんな太った体型とかをしてないんだよな比較的スマートな通常の大人っぽい体型をしてるっていうのが一つポイントね リトルナイトメア2のペイルシティにいた大人たちはなんか顔がね、カキみたいなさ <laughs>、海産物みたいな顔してたけども、そういうわけでもなさそうだよね。比較的ちゃんとした人間の形を留めてるって感じね。ああ、カラスを撃ち落とそうとするんだけど、あ、でも鍵を落としててくれたね。ナイスナイス。うん。これは使えそうだぞ。ああ、またでも音楽がいいね。リトルナイトメアって感じするね。 ただ、でも、石化した大人がいるということは、まあ、その石化させた人物、まあ、モンスターベイビーが比較的近くにいてもおかしくないってことなんだよな。まあ、でも鍵をとりあえず手に入れたんで、下の軟禁状が開けられるようになったと。リトルナイトメア1で出てきた目もさ、石化させる能力みたいなのを持ってたけども、何かそういうこうパワーみたいなものが存在するんだろうね、この悪夢の世界にはね。石化させるエネルギーみたいなのがね。さあ、一人だけか。お 二人同時に入れる。さあ、またカラスだ。うは <laughs> 言ってたらそのモンスターベイディア。うーわ、かーうわ、でかいねめちゃめちゃでかいじゃんもう握りつぶされたらひとたまりもないね。もうシンとシンと。あのモンスターベイビーが超えられないように、それこそ要塞を築いてる感じなのかなちょ、ちょ、ちょち、ょちょ待って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 、脳見たな、今な。脳見たね。気になる。 ここのあの棚の上に今しれっとノームいましたね。なんかとんがってるカゴと紛れて一緒にノームいますよね。やっぱこのノーウェアの世界にはありとあらゆるところにノームがいるっていうのは変わりないんだろうね。身を隠して生活してる感じなんだろうな。うーん。さでも下敷きになってるのもあれもね、どっかの大人かなんかでしょうかね。気持ち悪いね。うわ、で、またこれよ。うわぁ。躍動感ある感じで固まってるのが怖いよな。うわぁ、首ももうなくなっちゃってる。 マフラーごとみたいな感じだね。さあ、で、奥にベッドかなあっちの方渡れるのかなあ、でもとりあえず上に登っていけそうだもんね。これでもあれだね。二人協力プレイの時は一人がこう結構サクサク進んじゃっても別に問題ないというか、なんかそういう感じではあるんだな。画面は二人で一つのものを共有してみる感じなのかな オンライン協力プレイもできるんじゃないかなーって思ってるんだけども、その辺もちょっと気になるポイントですよね。オフラインだったらさ、まあ画面一つでもしょうがないって感じだろうし、まあやれるとしたら分割プレイみたいなのがある可能性はあるけど、うん。オンラインだったらね、それぞれがこう自分の画面でさ、集中して見れるとかはあるかもしれないけどね。まあでも元々が一人プレイを前提に作られてる部分もある程度あると思うんで、うん。協力はこうある、あくまでもおまけ程度というかさ、 1>, うん、1人でプレイするのが怖い人は2人でもできますよーぐらいのテイストだと思ってるんですけどもその辺のこう画面がどう遷移していくのかもやっぱちょっと注目ポイントですよね公式の発表を待ちたいところ、まあ、今のところだから1つの画面で見てるような雰囲気だよね追いつけなくなった時にさっきこう老子点にパッと切り替わるようなところはあったけどもさあでそのさらに部屋の中に入っていくと まあでも、モンスターベイビーが歩いてる足音が聞こえますね。これ二人で同時にジャンプしたら、あおと、降りれそうだね。あ、落ちていくと。わあ、でもそこら中でよ。<laughs> ああ、ここの映像何回か見たやつだね。うん。モンスターベイビーはもう確実に気づいてるぞ、二人の存在に。うわうわ、もう建物、建物ごと、どんどん壊れてく。急いでいかないと、これは建物崩壊しちゃうんじゃないかっていう急ですけども。 で、また、こう、カラスも罠にかけられたように、そこら中でぶら下がってるんだよなそういう、こう、狡猾に罠を仕掛ける存在もいたりするってことだよね。それとも、あれなのかなあの、石化しちゃった大人たちが食糧難の危機になってしまい、カラスを捕まえざるを得なかった食糧にしようとした、とかいう、そういうことなんでしょうかね。さあレンチを使って、また壁を壊していき。このレンチも結構使いどころありそうだよなシンプルに近接戦闘で使うこともあれば、こういう謎解きでも頻繁に利用できそう。 二人で一緒にレバーを引っ張る下りかなあー、これで下に降りてく感じだ。あー、この辺も、なんかちょっとモノとシックスを思わせるような、この背中が。<laughs> ちょっと切なくなってくるよ。さあ、降りて。あー、カラスの羽がむしり取られて、袋の中にいっぱい入ってる感じだったね。おおしゃれ室はこれ、モンスターベイビーがおそらくこれ見てるってことでしょうわー、これはもうあのシリーズのワンを思わせるような描写だったよね。 元々はさ、この殻だったじゃないそこにぴったり目がはまるっていうところちょっともう一回見たい。このカラスの羽も結構気になるけどね。他の袋にもカラスの羽がいっぱい入ってんだろうな、ね、じゃあな。入って、はい、おしゃれ <laughs> もうでもここおなじみのアクションですけども。石化した銅像みたいなものの影に隠れながら固まらないように進んでいくっていう感じだね。一人進んだら二人目も行くって感じかうんうんうん。 あでもあんまりね2人同時に隠れる隙間はそんなにないかいや割とあるね <laughs> おーエレベーターになってんだはい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 おお必要に寄ってくるねこの指の太さがまたマガマガしいなあでも結構一気に場面変わった感じだねエレベーターのシーンからちょっとシーン飛ばしてる感じだねあカブトムシだこれはでも音を立ててるからカブトムシの方に気を取られたってことかな歯音の方でうん なんかそういうものも察知してそうですよね。動くものに対して敏感に反応する赤ちゃんみたいな感じかな。まあ赤ちゃんだっていうところで、やっぱその辺のこう知能みたいのはめっちゃ高くはなさそうだよね。シンプルに何かにこう反応して、うん、反射的に攻撃するみたいなイメージはあるよな。このでもモンスターベイビーもこの二人によって倒すことになるのだろうか。さあカブトムシだ。カブトムシも襲ってくるのかっていうとこね。 このでも人と同じようなサイズ感っていうのは非常に不気味。あ、ワンパンじゃない <laughs> あ、でもまた飛んでくるんだ。あ、ちょっと厄介だね。それかあれじゃないレンチでとどめさせてもらわないといけないんじゃない撃ち落とした後ね。こんな感じあるよな。まず、そうだよね弓矢。あ、やっぱそうだうーい <laughs> 腹部にワンパン入れていく。格殺入れないとね、やっぱ。うわあ、どんどん来るね。でも、うわちょっと気持ち悪いなこれでも、い 2体だったらまだいいけどこうやってね2体3体とガンガン出てくるとちょっと処理が遅れたりすると一気にピンチになりそうですよね1体1体は弱くても群れになって襲ってくるとかなり厄介になりそうな雰囲気でまたそのスパイラル螺旋状にこうくり抜かれた穴っていうのも気になるポイントねあのカブトムシがそういうこうドリル状になんか穴を開けるようなことができたりするんだろうかどうなんだろうね 今回のこのリトルナイトメア3ではスパイラルっていう単語もね、ちょこちょこ出てくるんですよね。場所の名前っぽいような、その舞台の名前がスパイラルなのか。うんちょっとその辺も気になるポイントではあるんですけども。わあ、これでももたもたしてると砂漠だから埋まっちゃうんだ、砂の中に。ちょっと沼とかそういうところと同じような作りをしてるんだね。あで、また、この螺旋状に、 開けられた穴の中を通っていくとうわーこれでもなんか卵のようなブチョブチョしたのが気持ち悪いね何なんだろうあうわーこれちょっと待って待って待ってこれも気になるね白いなんかさっきまでの黒い卵の方もこれ気になるからちょっともう一回見てみようかこれはこの穴を開けた生物が産んだなんか卵みたいなものなのか何なんだろうねここからなんかそれこそ昆虫みたいなものが孵化してもおかしくなさそうだし でさらにその後のこの井戸みたいな場所にね、オッケと一緒に入ってたこの白い殻。これも何なんだろうこの黒い卵みたいなものが干からびた後なのかなうーん。この卵みたいなものを誰かが救おうとしてたのか何なのか。非常に気になるよね。さあでも二人とも結構力はありそうな雰囲気なので、しっかり上に登っていくことができると。 今までのその前作のモのたちよりも結構タフな印象を受けますよね。こういうよじ登るようなアクションが多かったり、ね、大きなレンチを振り回したりっていうところで。でも戦闘面っていうのはちょっと強化されてそうな印象は受けるよな。さあまたカラスが1話。誰かの使いなのかなと思わせるかのように、ほんとこう監視してる雰囲気を感じるんだよな。ああ、ここ ここのなんかさ、下から上がってくるのが、ちょっとリトルナイトメイツのさ、ものがペイルシティでね、あの、シンマンのいた塔に、電波塔に向かう、あそこの場面ともちょっと重なるようなのがおしゃれですよね。下から上がってくる構図。でも露天のように、ちょこちょことこう、今までね、あったものが崩壊してる雰囲気になってますよね。さあ、モンスターベビーが、奥を彷徨ってると、<laughs> たまらず二人とも隠れるしかない。うんうん、あっちはいけないよな、ってなるよね。 あ、でも右側、螺旋状の階段、登れるような感じだから。あ、でも、これ風が吹いてる。ということは、あの傘の下りかなねえ、傘があれば、風に乗って上に登れそうな雰囲気だよね。あ、チェスト。気になるな。この中は <laughs> <laughs> 怖いねーただでは開かないって感じで。あ、かっこいい。中二秒心くすぐるじ,じゃない、こんな <laughs> レイブン。 カラスの羽をむしり取られてたっていうのは、この傘を作ることがこの世界で生きるための生命線になってくるからなのかもしれないね。うーん。おー、すごいな。このアクションでも結構気持ちよさそうだよね。いいね。ふわーっと浮かぶ感じが。いいね。これでもタイミングとかを間違えちゃうと、そのまま真っ逆さまになっちゃいそう。おー、なるほど。あ、なるほどね。こう、ふわッふわっと閉じたり開いたりもできる感じだ。 さあ、またモンスターベイビーの重苦しい足音が聞こえますけども。奥にはいそうだね。気をつけた方が良さそう。さあ、また扉を二人で協力して開けていく感じ。やっぱ基本はもう二人で協力してっていう下りが多いんだな。さあ、モンスターベイビーだこれは完全に見つかってそうだが、おおほほほほほほ目に照らされてたら完全に石化してたと。これでもなんかあれだね。ほんと機械化してるような赤ちゃんなんだね。 うん。眼球が埋め込まれてるかのようだね。誰かによって作られた存在なのか何なのか。さあ、そしてさらに石化した大人たち。もうなんか、やめてくれーってもう最後の最後の力を振り絞って逃げようとしたのにって感じだね。まああ、なんか表情とかもこうリアルな雰囲気がいいよな。 でも一方でこの主人公たちはね常にやっぱ被り物をしてるから表情が見えないここがやっぱリトルナイトメアロおおお面白さというか世界観の良さだよねやばいんじゃないそれロー捕まるよあごと行かれるあっという夢を見ました、えー、怖い夢 <laughs> っていうまあ、でも場面切り替わってって感じなのかなここはでもおなんだなんだなんだうわあのあのー 物語の開始の瞬間の悪夢かなこれ。え、ちょっとも,もう一回見よう、もう一回見ようよ。ワンで言うとシックスが見たレディの夢。もので言うとあのテレビの夢。あそこにこう繋がるような雰囲気の下りにもちょっと見えたよな。これでもさ、一人じゃないんだね、今回。二人なんだね、だとしたら。本当にその夢の下りなのかはわかんないけども。なんかそれっぽい描写だよね。しっかり作られたムービーって感じ。わぁ。黒い霧のようなものが立ち込める。 追い詰められていく感じね。で、ローがやっぱ惑わされるかのように一人どっかに向かおうとする感じを、アローンが止めてるようにも見えるんだよな。いや、いいね。しっかりゲームプレイを見れたーって感じがする。 まあでもなんか今回はこう比較的謎解きパートが多めだったり、まあ明確なホラーシーンというか見せ場みたいな場所はやっぱあんまこう見せないようにこう小出しにしてる感じはありますよね。まあで敵キャラクターで言うとモンスターベイビーを今ね一番ピックアップしてる感じですけども、まあ今後そのサーカスのような場所だったり、工場のような場所とかもね訪れてる描写がね最初のトレーダーでありましたけども、その辺にもそれぞれボスみたいなねキャラクターがきっといるはずなんで、その辺の情報解禁とかも非常に楽しみですよね。はいということで鳥の爪田実況チャンネルでは こんな感じでリトルナイトメイ3の新情報とかが公開された際にはそういったものを取り上げていきたいなと思ってます。そういった今後の動画を更新気にな方はぜひチャンネル登録して取りの爪台に入団してみてくださいね。グッドボタンの方もよろしくお願いします。よかったら皆さんの感想もぜひコメント欄で聞かせてください。ということで今回はこの辺でまた別の動画でおしまいしよう。最後までご視聴ありがとうございました。我我グーののしかか出せなないい術が効かないだと